おっすおっす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。以前クリアできなかったコースのクリア法が分かりました。動画のコメント欄で攻略法を教えてくださった皆さんありがとうございました。あのね、すごい難しいコースの、海外の方の制作コースかなの、ほぼ一緒なギミックみたいで、あの動画見せてもらって、それと同じやり方でいきたいと思います。もう一人クリアして出ちゃったね。まあ出るわな。出るよな。ああいうやり方したら。どうすんだっけ？最初の方もすっかり忘れてるけど、スピンで行くやつだったっけ？そうだそうだ。このドッスンが難しいって話だったな、そういえば。うわぁ！オッケー。で、速攻で、スピン。よいしょ。結構、急がなきゃいけないんだったよね。そうだよね。あー、かぶってた。よし、来た。にゃほー、よし、来た。うわー、チューしちゃった。よいしょ。届け、ガー。よーし、40分もかかったー。このコースさ、前半と後半のレベルの差激しくない？あー、クリアできた、よかったー。はい、ではこれいきましょう。 KS 発見、なんだ KS って。 KS 発見、ずっとしゃがむとなぜか抜けれる。マジで？あ、ほんとだ！なんだ？まあでも 0.5 空いてるからな。それか。そういうことか。どんな方でも騙されてしまうコース？ああ。おお。おお。じゃあこれ行ってみますか。あなたのひらめきが試される。ひらめくかな。脳みそが疲れてる気がする。うわっ、いや、ここにはないんだな。うわあ、危ねえ。足だったんだ。右見えないっすね。お、ありましたよ。ゴールもありますけど、ちょっと行けなさそうかな。孔明探せないんですよね、こうなるとね。ふっ、行けたわ。ひらめき？どういうこっちゃ。じゃあこれ行ってみましょう。ワールドマッシュマロスープ。マッシュマロ？マシュマロ？マシュマロスープ？マシュマロスープだと？めちゃめちゃまずそうじゃねえか。ピョンピョンピョンと言って、ピョンと言って、上に上がって、うわ、返された。こう言って、こう、オッケー。あ、うん、これはこうか。にゃ、これ超楽しいやつじゃん。俺の大好きなやつじゃん。アクション系じゃんこれ、最高。これに乗って、これ踏んで踏んで、
鍵取って、ただいまして、あ、タン、ドン、オッケー。普通に、届かねえか。ん？あ、倒すと浮き上がるから、やべやべやべ。鍵が取れますよと。すごい単純なミスしちまった。なんかあんじゃねえの？ねえのか。さあ、鍵入って、中間いただきまして、はい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 、もうこういうの超好き。こういうの超好き。得意分野です。おお、高速した。反応していかないと。もう一丁した。もう流れに押してもらうので、精一杯ですね。した。ちょい上。上行きます。下に降りて、下に降りて、上に行って、うわ、これきつくね？あ、なるほど、止まんのか、じゃあ！何この変なやつ。こんなやつあったっけ？こんな赤い何か、オレンジの。あれ？俺こんな初めて見たかも。何置けばこんなんなるんだ？あれ？こんなんあったっけ？あー、そういうことか。了解。でもあれがいるのか、餅がいんのか、今回は。ここは餅いねえのか。うわ、早いんだな。オッケー。こういって。え？あ、こうか。こういって、鍵をゲットしたい。ほっ。あー、ギリギリ届かねえ。ここで待ってて、タイミングバッチリ。完璧かな？トン、これは？あ、なるほどね。ほんと本来なら今みたいにやってやるんだったんだね。上に行って、青いの見っけてきて、だね。了解した。トン。これやると上に行けるから、よいしょ。こうなって、こうなって、こうなって、こうだ。よし、よし。超楽しい。やべえ。右に行きますよー。こう行きますよー。あれ？違えのか。あれ？でもなんかこれ取れたぞ。ティーオシザウルスムンチャクッパスだ。こうでもいいのかな？あ、でもこっち行けないっすよ。なんか書いてあるな。ん？ファンケル？ファンケルじゃないな。ファンケルってなんだっけ？なんかの飲み物。N、ファイナルかな？わかんねえな。でも、HNEL だよ。わかんねえや。あ、もうゴールあった。緑の赤もあった。下は？こいつ食えんのかな？食えねえか？さすがに食えねえか？よし、オッケーでしょう。お疲れ様でした。めっちゃ楽しいじゃん、これ。最高でした。じゃあこれラストにしましょう。30秒チャレンジ。30秒チャレンジ。最速でいけば20秒くらいでクリアできるので、時間はそこまでギリギリじゃないらしい。4月の7日にいただいたコースです。何これ？こうか。なるほどなるほど。行って。ここは、くるんでいかないといけないけど、まあ、こんな感じで耐えることもできると。うわこう行って、こう行って。オッケー。え？なになに？あ、三段ジャンプ癖。1、2。いけた。あなんでジャンプしたのかな？
オッケー、火踏んで、あ、これは持ってかねえといけねえんだ。まあ、あるいは先にコイン取ってから踏んでここだな。もうあそこまで行くと天才だろ、もう。これだから東京が生んだ被災は。意味不明なミスするんだよな。2、3段じゃん。OK。落ち着いていきましょう。ほい。オッケー、ふぅ。よかった。これもう1コースくらいやんないと時間微妙な感じだな、多分。いや、大丈夫か。これで終わっちゃいますか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。